JR 東日本によりますと、東北新幹線は宇都宮駅の線路内で火災が起きた影響で、午後9時50分頃から東京・仙台間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後11時40分までにいずれも運転を再開しました。火災はすでに鎮火していますが、構内の設備の一部から火が出たとみられるということで、警察が詳しい状況を調べています。JR 東日本は、運転見合わせの影響で乗り継ぎができなくなった乗客の休憩用に東京駅にいわゆる列車ホテルを用意し、25日朝の始発まで開放しているということです。